体験に無敵技がサンブレイクで実装されることが分かりました。その名もバックスライド。非常に強力で使用頻度も高そうなので、ぜひ今のうちにチェックしておきましょう。ちなみに私はサンブレイクでも体験の情報をガンガンアップしていくので、体験が好きな方はチャンネル登録おすすめいたします。バックスライドの使用箇所は2箇所あったので、まずは立て続けに見ていきましょう。どうやら強化ノートの入れ替え枠のようですね。かけり虫を1つ消費して少し後ろに移動しますが、抜刀状態のままです。そしてどうやら相手の攻撃を無効化しているようにも思います。4分の1のスーパースローで見てみましょう。バックスライドは完全に相手の攻撃を無効化してますね。気になるのはこの無敵時間がどれくらい長いかですね。実は強化ノートも出だしは無敵状態だったので、バックスライドも最初の出だししか無敵ではない可能性もあります。ただもしこのバックスライドのモーション中ずっと無敵状態であると仮定すると、この技はめちゃくちゃ強いです。体験にはハイパーアーマー技やほぼ使い物にならないガードでダメージを軽減することができましたが、無敵技がありませんでした。なので強化個体のような攻撃力が高すぎるモンスターや火事場での戦闘では体験の進化を発揮できないっていう課題がありました。唯一の頼りであった金剛タメギの入れ替え枠で実装される一矢火星の構えも、片手剣の滅昇竜撃などと同様にガードしてもダメージ判定があります。しかも残念ですけど切れ味もこれ減ってますよね。なので無敵技としては一矢火星の構えはあんまり期待ができなさそうなんですけど、このバックスライドを使えば抜刀中にどうしても攻撃が避けられない時に緊急回避のような使い方が可能だと思います。無視陣容画のような連続攻撃を放ってくるモンスターには強化ノートよりバックスライドの方が有効かもしれませんね。他にもいくつか発見があって、一矢火星の構えもバックスライドも次の攻撃は総流値が溜まってるんですよね。あとルナガロンの体験は切れ味は紫色ですよね。前作アイスボーンでは白の切れ味補正は 1.32 で、紫は 1.39 で火力も増えたのでサンブレイクでも期待ができそうです。また神切り連携の入れ替え枠の流し切り連携は体験の割にはかなり手数が多いですよね。モーション値がわからないのでまだ何とも言えないんですけど、モンスターによっては流し切りの方が有効なんて可能性もありえますよね。個人的には民切り連携の方が体験らしいので好きなんですけど、この技をきっかけに体験に興味を持つ方が増えると嬉しいですよね。まだまだわからないことだらけですが、サンブレイクを遊べるようになったら徹底的に解析をして皆様に分かりやすく紹介しようと思うので、ぜひチャンネル登録お勧めします。それでは終わります。バイバーイ。